サボり配信しながらニートなのにね。いや黙れ、私はよ、クズはクズなりによ生きてんだよ。クズは自覚して生きるもんなんだよ。自覚しなかったら終わりだね。いやクズだから、私はクズだから何もしなくていいんだぜってなんかこう盾構えてるのは本当に良くない。今このね土俵に立っててね、なんかもうやる気はないですみたいな、私はゴミだからみたいなこと言ってるやつはね、何かしらちゃんと頑張ってるから、ちゃんと生きてることちゃんと頑張ってるから。でもできないもんはできねえんだよ。いやできねえもんはできねえんだよ、なあ。できねえもんをできねえつってやらないのはなんか文句あんのかよ、ちなみにそのできねえって言うまでにはできるように努力をして、ああ無理だなって思ったからできないんですけどって言ってるのよ、それでなんか諦めたらどうのこうのとかさ、じゃあなんかどうしたらいいよとかさ、アドバイスはねえのかって話よなあ。目通して無理ですって言ってるわけじゃねえんだよ。一応チャレンジはした。してんで。無理だから手伝えって言ってんで。なあ。ゴミじゃねえんだよ。ゴミだけどよ。ゴミながらに頑張ってんだよ、生きること。一生懸命息吸ってんだわ。上から目線でアドバイスされるのもうざくない？いや別にそういう考えもあるんだなって。別に上から目線だろうが下から目線だろうがどうでもいいんだよ。言い方はどうでもいいんだよ。そいつにそいつの考えがあるのかあるないのかで、広報ピース…いやリスナーが私のなんかプロデューサーずらすんの意味わかんない。え、それは意味わかんない。キモいよ。うん、それはキモい。うん。黙って私のパフォーマンスとサービスを見てろって話よ。リスナーが言ってくるのはちょっと意味がわからない。いや、努力してるイコール素晴らしいじゃないからね。性格の話よ。いや、努力、え、性格クソでも努力するやつはいるから。いや、私だって一応頑張ってるところたまにあるよ。頑張ろうって思うことはたまにあるよ。別に頑張ることなんて誰でもできんだよ。頑張ってみればいいだけなんだからよ。ちょっと本当に30分でも頑張って頑張ったって言えば頑張ってんだから、もうそれで解決しちまうんだよ。で、努力して頑張ってるからゴミじゃないっていうのはね、それは理にかなってないよ。できるかできないかは人による？いや、わかんないよ。それはさ、他人のさ、そのステータスで見てるからさ、え、それくらいしかやってないの？頑張ってないねって言うかもしんないけど。じゃあ、ホームレスは全員頑張ってねえのかって。あんななんか、冬も夏もさ、頑張って耐え忍ごうと生きようと頑張ってるわけじゃん。うちらは家があって生きてるからよ。それは仕事探してない、堕落して、なんか社会としてのゴミだ、頑張ってねえって言うのかもしんねえけど、あの人たちはあの人なりに頑張ってんのかもしんねえだろ。だから全員頑張ってんだよ。この人は頑張ってないとか、この人は頑張ってるとかじゃなくて、全員頑張ってるよ。ただこの世界には社会ってものがあって、社会の平均ってものがあるんだよ。それをみんな比べるように、そこを平均にするから、それと比べたら頑張れてないねとか、だってそれ平均ってことはそれが当たり前なんだもん、みんなからしたら。
その平均ができないから頑張れてないってことでってなっちゃうんですよ、みんなからしたら。みんなっていうか、なんていうの、そういう頑張ってる人と頑張ってない人がいるっていうのは、そのぐらいじゃ頑張ってないって言ったら、それは社会の平均としたら確かにそれぐらいじゃ頑張れてない、生きること頑張れてないねって思うけど、うん、小学生みたいな考えだけど、人は頑張れるのに差があるしね、どれぐらい頑張れるか器があるし、その器をでかくすんのも狭くすんのも自分次第だし、広くしなかったら頑張ってないのかって言われたらそうでもないと思うし、うん、ただなんで私が頑張ってないって言われなきゃいけないんだよって、なんかそう逆上するのはよくわかんない。まあ私はよく逆上してるけどちなみに私はよくお前って頑張ってないよなって言われると、うるせえ私も頑張ってんだよって逆上するけど、ちなみに逆上するけど、ちなみに私は逆上するよ、だって頑張ってるただその社会の平均と比べられちゃ私は何も文句言えねえ、だって寝てるもん毎日ちゃんと、毎日ちゃんと寝てるし、毎日ちゃん自分が好きな時にご飯食べて好きな時に起きてるもん、うん、ほいしも好きな時にしてるもん、決められたことできないもんや、うん、めなんか決められたことがあるとさ、もう前日めっちゃ緊張する。いやコラボとかさ、なんか嫌じゃないよ、嬉しいんだけど、やっぱ緊張はするよ、起きれんのかっていや起きろ私って思う、ちょっとさすがに起きてくれって、もう自分に疑心暗鬼になるわ、さすがに起きてくれって思う、疑心暗鬼になっちまうわ。自分を疑う、ちょっと自分疑うけど、うん、緊張、いや別に緊張はしないわ。お茶ありがとうございます。お金だ、ありがとう、ありがとう。人生のイージーモード、いやーないと思うよ、生きてるんだったらイージーモードなんていやだってさ、ゴミみたいな私でさえさ考えることがあるんだよ、考えなきゃいけないことがあるって何って感じ、うん、本当にイージーモードってもう何もしないことだと思う、何かしてる時点でイージーなんて言わせねえよ。何事にもね、イージーな部分とね、ハードな部分があるよ。うん。でもしかしたら全部が全部難しくてハードなことかもしれんけどさ。私はそこまで踏み込んだことはねえからよ。ハードなことは避けて生きてきたからな。だってやりたくないもん。死んじゃうじゃん、そんなことやってたら。うん。私は死にたくないから、え、だって嫌だよ、ストレスで死ぬなんて一番最悪じゃん。はぁ、死のうっつって死ねることが一番最高なのに。辛いまま死ぬなんてごめんだね。なんか死にたいって思った時に死ぬんじゃなくて、はぁ、今日死のうかなって思った時に死にたい。学生って楽だったんだなって、親の言うことは正しいと思う、本当にみんな言うよね、親ってみんなそれ言うよね。え、マジ本当にそれは正しいと思う。うん、 VTuber 失敗したら何するよって、うん、そうだな、
え、そうだなぁ。え、何してん、ニートしてたんじゃない？ゲームばっかしてそう。うん、寿命まで、いや、ないよ、ない、ない。なんで60歳、70、80まで生きてる意味があるの？やだよ、60、70、80まで行ったら国に老人ホームとかどっかと、どっか行かされるだけじゃん。やだよ、やだ、やだ、やだ。そんなん無理、無理、無理。やだ、老人ホームでじいさんばあさんと集団生活で孤独死とか無理なんだけど。絶対目は集団生活しても一人はぶられて孤独死する夢が見えてる。本当にありえない。俺もう無理だ。いや別になんかそういうのじゃない。なんか、うわぁ、死にたい死にたいぽっくりじゃなくて、あー死にたいって思ったけど、今日も楽しかったなー。よし、死のっていうぐらいのノリ。うん、そんぐらいのノリが欲しい。うん、なんかもう死にたい。あーもう辛い。とかじゃなくて、あー今日も楽しかった。死のうかなーっていう感覚で死にたい。うん、まあ、なんか、それまでの過程でね、いっぱい楽しかったことを踏まえて死のうかなって思いたい。うん、死ぬことで誰かな？いや別に第三者はどうでもいいんだよ。自分のことだけ考えてればいいよ。うん、私のことを覚えてようか覚えてなかろうが、私には関係ねえもん。うん、死んでんだから。いや、死んでんだから関係ねえよ。うん、自分の勝手だよ、そんなの。他人を思って死ぬとかさ、もしつまらなすぎやろ。絶対そんなことしたくないわ。老人になってみたら楽しいかもしれん。いやー、どうなんだろうね。もうなったことないから。いや、老人になったことないから、もしかしたらそうなのかもしれんな。おいしょ。